演舞開演。どうも皆さん、先日の野菜ケーキ、そして玉ねぎクッキーなのですを売っているお店ですが、玉ねぎクッキーが実はもう一種類あったんですね。というわけで本日はそのもう一種類の方、玉ねぎココアクッキーを食べてみたいと思います。ココアが入るとどう変わるんだろう。あれは結構塩気が入ってて美味しかったけど、甘さがどう出るかですよね、おそらくココアの。おお、見た目はやはり玉ねぎ感はそんなに感じられないですね。はい、固めという点も同じです。ではいただきます。なんていうか、これはどっちつかず、ココアの甘さは控えめなやつでしたね。なのでどちらかというと苦味の強いココアですね。それが玉ねぎの味は隠しているので、玉ねぎが苦手という方はこちらの方が良いのかもしれませんが、玉ねぎクッキーのあの塩気も消えてしまっているのがちょっと、あの塩気が自分好みだっただけに残念です。ココアが入ったことで中途半端になっている感がありましたので、こちらの点数とさせていただきました。玉ねぎが苦手な方にはいいかもしれませんが、ツバメかな、雨の中舞う青々と。ツバメって青かったっけ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。